北大西洋条約は、北大西洋地域における集団防衛条約。条約締結地のワシントン DC にちなみ、ワシントン条約と呼ばれることもあるが、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約との混同を避けるためか浸透はしていない。条約の根幹は、いずれの加盟国に対する攻撃も、全加盟国に対する攻撃とみなし集団的自衛権を発動することによって、集団防衛体制を構築し、加盟国外からの攻撃を抑止することにある。北大西洋条約機構は、本条約に基づいて結成されたものである。第二次世界大戦の終結後に、東ドイツ西ドイツを仮想敵国とし1948年に、ブリュッセル条約が、ベネルクス3国、イギリス、フランスの間で締結されていたが、冷戦下で力を増したソビエト連邦の軍事的脅威に対抗するため、1949年4月に、この5国にさらに、アメリカが支柱国、カナダ、ノルウェー、デンマーク、イタリア、ポルトガル、アイスランドが加わった12カ国の間で締結された。1955年、新たに西ドイツが NATO に加盟し、フランスが1966年から2009年まで軍事部門から脱退していた。条約の締結当初は共産主義陣営に対するものであったが、ソビエト連邦の崩壊後に東欧諸国も加盟し、幅広い集団防衛条約となっている。ありがとうございます。